今日は台場の法廷の方でですね、まあいろんな暴露をしてしまいましたけれども、まだエースとかジョーカーを温存してありますんで、まあこれからさらに強力なやつを切ってですね、安倍政権をぶっ潰そうかということで、まあ皆様こうご期待、こうご支援よろしくお願いいたします。で、ちょっとまあ今日は承認申請していたなんか常岡君を採用しないみたいなので、まあせっかく今日ここに来ているので常岡君の方からもお話をちょっといただきたいと思います。真ん中に。